今日は日本の背泳ぎ選手、小賀淳也選手のスタートについて話していこうと思います。他の国の方にとっては、えー、小賀選手どんな選手か知らない方多いと思いますが、えー、彼は2009年の世界選手権100メーター背泳ぎで金メダルを獲得しています。とにかく、えー、スタートが非常に得意で、えー、世界のトップ選手と、えー、並んでも、 えー、非常に早い、えー、反応で、えー、非常に目立ったスタートを、えー、必ずします。で、えー、そんな素晴らしいスタートをする小賀選手がどのように、えー、スタートをしているかを確認していこうと思います。はい、小賀選手ですが、先ほども、えー、お伝えした通り、2009年世界選手権100メーター背泳ぎで、えー、52秒26という記録で金メダルを獲得しています。 その同じ大会の 50m 背泳ぎでも銀メダルを獲得しています。で、えー、だそこからだいぶ時間をたが経ったんですけれども、2017年の世界選手権でもの 50m 背泳ぎでも、えー、銀メダルを獲得することができています。はい、えー、その小賀選手の 2009年の世界選手権 50m 背泳ぎのスタートの様子を確認していこうと思います。この構えをした時、ここに小賀選手がいますが、他の選手はお尻を水につけた状態で構えをしています。小賀選手だけがお尻を水面より高いところに上げて構えています。 で、いろんな構え方の選手がいるんですが、例えばこの選手だと、えー、ほとんど体を引き寄せずに腕はほぼ伸ばしたままで、えー、肩の位置がお尻の位置とほぼ同じ位置にあります。で、えー、こちらの選手は逆に、えー、頭をコース台の方にいっぱい引き寄せますので、肩の位置がお尻よりだいぶ前にあります。小賀選手の場合は、えー、肘を95度から100度ぐらいまで、えー、曲げて体を引き寄せています。 で、えー、肩の位置はお尻より少し前というような位置で、えー、構えを取っています。で、今からスタートをします。はい、えー、こちらになりますが、えー、他の選手はまだ膝が、えー、曲がった、えー、状態、まだ飛ぶ、えー、前、最初の段階ですけれども、小賀選手はもうすでに、えー、壁を蹴り切ることができて、足が伸びきって、えー ほぼ入水するところまで来ています。他の選手はまだ空中を飛んでいる状態です。こういうふうに、小賀選手はいつもスタート反応が早いです。もう一度見てみます。 はい。というわけで、えー、非常に早いスタートができる小賀選手ですが、2017年の50メーター背泳ぎ決勝、世界選手権50メーター背泳ぎ決勝では、15メーターをトップで通過していますが、えー、5秒7という記録で通過しています。で、25メーターもトップで、えー、10秒9という、えー、タイムで通過しています。こういったタイムも、えー、皆さんぜひ参考にしてみてください。はい。 で、最初に見た2009年世界選手権の時は、まだ採用されていなかったのですが、その後、えーあの、バックストロークレッジという足を引っ掛ける場所が、えー、装置が、えー、採用されました、えー。2017年の時にはそのバックストロークレッジが使えているので、えー、そこに足を引っ掛けて、より、えー、体を高く持ち上げる構えが、えー、取れています。 で今から使う画像は2011年の、えー、世界選手権100メーターの時ですけれども、えー、小賀選手がたまたま一番手前で泳いでいるので、えー、非常に見,見やすいとで、えー。他の選手との比較もしやすいので、この画像を使用します。 で、えー、っと、構えなんですけれども、えー、バックストロークレッジがない場合であっても、小賀選手は、えー、水面よりた少し高いところに足をつけています。で、えー、コース台、えー、グリップのところは、えー、前のところを持つんではなくて、横のところを、手のひらを内向きにして、えー、握っています。で、お尻はこの時は、えー、水上に上げることはしてないようです。で、えー、っと、 肘を95度から100度ぐらいに曲げることによって体を引き寄せますが、お尻の位置より少し肩の位置が前が、肩の位置がお尻より少し前にあるという状態です。この選手とかはお尻より肩が後ろでのけぞったような状態で構えてます。こちらの選手はたくさん頭を引き寄せていますので、膝と胸の隙間がなさそうですが、 えー、小賀選手の場合は膝と胸に少し隙間が見られます。で、この後、えー、スタートのビープが鳴って、えー、反応するんですけれども、えー、他の選手は、えー、全然すぐには反応できませんが、小賀選手だけが、えー、すば、あの、すぐに反応できてます。見てください。これが1番で次が2番になります。えー、他の選手は動かない。 が、えー、小賀選手だけが反応して、えー、動き始めてるという様子がわかります。もう一回見てください。これが1番、えー、次が2番。はい。というわけで、小賀選手だけが動き始めることができ、えー、先ほど、えー、ま、95度から100度に曲がってた腕が、えー、しっかり伸び始めています。えー、おそらくですね、えー、この腕を伸ばす、 ことによって、えー、反応してるんですが、おそらくこのグリップのところを押すような、押すような形で、えー、で体を前に運ぶことをしてます。腕で、えー、反応して、腕を伸ばして、えー、体を前に運ぶという反応の仕方をしてます。で、それに伴って顎も、えー、上げるという動作を連動させています。はい。 で、しっかりこのグリップのところを押すようにして体を前に飛ばしているので、手が離れるときには、この手首が折れるということが起きています。で、えっと、もっと見やすい画像があるので、こちらを見ますが、このように手が離れるときに、小賀選手は手首がはっきりと折れます。そんだけ強くこの状態からドーンと押して手首が折れると。 いうことが起きてるんだと思います。あと、えー、この首がしっかり伸ばされて顎を上げていってる様子がわかります。はい。で、えー、この、えー、顎を上げて後ろを向く。ね、この時には、えー、こんだけ、えー、顎を上げて、えーま、後ろを向いてると。えー、そのことによって、えー、体が、えー あの、反り、反ることが、えー、簡単になって、反りやすい状態になっています。はい。こちらですね。はい。えー、もう顔がこっちを向くぐらい、えー、ね、えー、顎をしっかり上げています。このことによって、えー、水面の、す、あの、水上で体全部が、えー、ジャンプするということができています。えー、手が離れるとき、他の選手は手首が折れるということは、えー、起きてなさそうです。 はい。で、綺麗なアーチを描いて全部が水の上に飛んで、ストリームラインを組んで入水することができています。で、ストリームラインは耳を挟むような形で腕を伸ばすことができています。はい。で、えっと、このジャンプの高さが適正で、高すぎる、高すぎると、まあ、深い方に潜りすぎてしまいますが、ちょうどいい高さに飛んでいますので、スムーズに えー、こう、潜水キックに入っていけるかと思います。はい。こちらの選手だと、えー、高すぎるように思います。はい。ですので、えっ、ー、と、足がこの選手は上がりすぎてしまいますが、小賀選手は、えー、ね、適度な角度で入水することが、えー、できています。えー、小賀選手、あの、入水するときの、えー、両足は重ねることができてないので、 えまあ、このように足を、えー、入水時に重ねるとより良くな,なるのではないかと思います。はい。というわけで、小賀選手の飛び込み方ですけれども、壁をドーンと押すことによって手首が折れて、で腕が伸びて体が前に素早く、えー、運ばれる、えー、飛んでいくことができる。ね、あと、顎を、あのー、その、それと同時に顎を上げることによって、えー きれいな体の反りを作って入水することができる、そういうことができているようなので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。それではさようなら。